義主四十七図、磯貝十郎左衛門磯貝正久玄六十六年二月四日は、江戸時代前期の武士、赤楼市四十七氏の一人、通称は十郎左衛門。変名は、内藤十郎左衛門。遠方七年、磯貝正次の子として誕生。母は、定流に。父、正次は、幕臣、松平早戸姓に仕えていたが、主家が断絶して、 浪人になると、正久は、京都アタ山ヤ学院の地後御唱となった。十四歳の時、父と婚姻だった後半藩堀部武ケの推挙によって、朝野長則に、川御唱として仕えた。微動で離発だったことから長則に寵愛され、物頭側用人にまで引き立てられた。元禄十四年三月十四日、長則が、江戸城昭子王廊下で、平義仲に人情に及んだ。 長野は、切腹を命じられ、田村県県の屋敷に預けられ、その日のうちに切腹した。長野は、正久と、川用人、片岡高草にあてて、この度のこと、かねてより知らせおくべきであったとの遺言を残している。正久は、高草らと共に長野の遺体を引き取り、仙学寺に葬って、田草を切って、仇討ちを誓った。その後、正久は、高草と共に、 赤江へ赴き、筆頭家老、大石義雄にあだちを説いた。浅野家最高を第一と考えていた義雄はこれに同意せず、失望した正久は、江戸に戻り独自の行動を取った。江戸では、内藤十郎座江門と変名し、酒屋を表向きの生業にして、あだちの機会を伺った。元六十五年三月、江戸に下った吉田兼介の説得により、 吉尾の偽名に加わる。なお、中心蔵の物語では美男であったので、キラ家の女中に近づき内情を探ったという。12月15日未明、47人の赤穂老子がキラ屋敷へ打ち入り、正久は、裏門隊に属して、手槍りを持って屋内へ突入した。夜中だったため屋敷内はクラク浪たちの身体は、自由でなかったが、正久が起点を働かせて、 キラッケの大書役を脅して、ろうそくを出させ、それを各室に建てて、屋敷内を灯した。後の取り調べで、江戸幕府を埋めつけ、戦国久直はその起点を大いに褒めたという。赤楼市は吉中を討ち取って、本会を果たし、戦学寺へ引き上げる際に、正久の家が、往路にあったため大石義雄に、病床の母、定流にお見舞うよう勧められるが、正久は固辞している。 その後、正久は、細川津利の屋敷にお預けとなる。元禄十六年二月四日、幕府の命により切腹。去年二十五、改名は、派、州元むつ神事。なお、正久は、幼少より、能や太鼓に秀でていたが、主君の長典が芸事を好まないことを知りやめている。しかし、ことだけは密かに続けており、切腹後の遺品に、 ことの爪があったと言われる。ありがとうございます。